こんにちは。どうも、河合けるです。現在、部屋の模様替えを頑張ってまして、まあ今までこの部屋で過ごしてきました。まあこっちはね、特に今変えてないんであれですけど、こっちは結構寝てる時とかにね、使ってまして、この場所で、マットをね、アウトドアのマットを使って寝てましたが、ちょっとね、睡眠があんまり良くないということで、こっちに1個ベッド余ってるんで、まあしばらく普通のベッドで寝ようかなと、この部屋のね、ベッドで寝ようかなということで、まあちょっと模様替えをしてます。で、今までの部屋にこの机とかを持って行って、で、ちょっと YouTube スタジオっていうか、まあそんな大したもんじゃないですけど、撮影の時にね、こうちょっと背景とかこだわって、今までまあ結構適当にやってきたんで、まあ別にそんなガチでやるつもりはあれですけど、ちょっとこましな、ね、映像をもと、ちょっと追求していこうかなと思いまして、ちょっと模様替えをしてます。まあせっかくなんで、その状況をこう記録しておこうかなと思いまして。とりあえず、今ちょっと免許更新にね 行ってきまして、朝からずっと掃除してたんですけど、ちょっと中断してまして、とりあえず、布団類は全部洗ってね、干しました。こっちにも洗濯干しちゃおうかなと思うんで、まあ上に突っ張り棒をね、引っ掛けて洗濯できる状態にまずしていって、で、こっちは棚をね、棚と服とか入ってますけど、机持っていって。で、まあここにライトとかあるんですけど、これね、使えばなんかこう、YouTube の撮影とかで使えるかなと思うんで、こういうのも使いながらやろうかなと思います。じゃあまずは、もう冷蔵庫あるんですよ、ここにね。これも向こうの部屋に持っていこうかなと。まあ、突っ張り棒、まず移動さします。この突っ張り棒ね、結構面白くて、ここに木の棒を固定してたりしたんですけど、全然使ってない もうこれも外しちゃおう。もう、ガッチガチに固定してるんで、全然外れない。じゃあこの突っ張り棒ね、この天井に貼ろうかなと思ってたんですけど、こう3本長さはちゃうんですね。この長いのが横に貼れるんですけど、この短い方だと多分横の寸法は足りないんで、塀の形がね、まあ、こんな感じなんで、短い方をこう貼って2本。で、この縦の長いのを、この手前に、ここからこうね、2本貼ろうかなと思います。ちょっと大掛かりですけど、それしかない。で、このシーツはもう洗って乾いてるんで、これで、今日は寝ようかなと。この冬は、これだけじゃちょっと寒いと思うんですけどね、寝袋と。これは、キャンプとかで使おうかなと思います。寝袋カバー。ちょっと使いにくいんですよね。足元がこう、開いてないんでね。あ、そうそう、めっちゃ余談なんですけど、これ、イオンでそば枕買いました。500円。めちゃくちゃ安い。今まで、アウトドア用の、空気のね、枕で寝てたんですけど。天井、こんな感じになりました。ここにまあ、洗濯物を干せればいいかなと思いまして、ハンガーとかをね、こう、引っ掛けといたりですね。では、いよいよこの机を移動させようと思うんですけど、この机の配置場所によって、YouTube の動画の背景がね、変わってくるので、意外と重要。まあ、別に机は何でもいいんですけど、この照明が使いたいんでね。よいしょ。結構重たいですね。とりあえず一旦机はこの場所によいしょ置いときますか。結構窓際なんでこうね明るい。画角的にはここにカメラ置いたらこういう感じになるんですかね。まあいつも通りっていうかね。まあ候補、もう一つの候補としてはこの位置に机を置きまして、こういう感じ？こういう感じの撮影っていうのもありかなと思うんですけど。
まあ、とりあえずこの場所で椅子が、このベンチ台これが使えたらね最高やなと思うんですけど、ちょっと低いかな、ちょっと低そう。あ、でもいける、いけるわ。椅子ベンチ台でこの机で十分いけるっぽい。これはラッキーやな。で、こういう照明をね立てて撮影すると。ここの角にはかつて冷蔵庫を置いてたりとかしたんですけど、またこの場所に冷蔵庫を戻そうと考えてまして。じゃあまたこれ大掛かりなんですけど、ここにこの冷蔵庫を次は運ぼうと思います。めっちゃ重たいんですよねこれ。冷凍食品が入ってるんで、できるだけ素早く。確か冷蔵庫って前か後ろに車輪がついてるはず。後ろかな。重った、やばいわ。あー、重たいで、腰が、腰をやってしまいそう。あかん音鳴ってる。どうやってこの3階まで持ってきたんやろうな、この冷蔵庫買った時。この自転車のメンテナンススタンドはもう折りたたんでしまっときたいと思います。なんかいる人にプレゼントとかしてもいいんですけどね、もう多分使わないんで。とてつもない数のサプリが置いてますけど、特別なんか健康オタクとかそういうわけではないのでこのタペストリーも一回 YouTube 動画で紹介したことありましたけど、これももう外しちゃいたいと思います。ちょっとやっぱそんなにめっちゃ綺麗なわけではなかったですかね。結局やっぱシンプルが一番いいんかな。結構時間かかりましたけど、ようやく、部屋の片付け終了しました。こっちがまあ寝る部屋と洗濯物部屋にしました。上にこうやってね吊るすことで、まあ起きたらすぐね、あの湿気対策というか布団とか寝袋とかね、干すことができるので、これやり方気に入ってます。でこちらがまあメインの部屋、装飾は一応こういう形になりましたが、結局机の位置はこっち側にしまして、で、椅子代わりにベンチ台を使うことで、消失スペース化することができました。この壁際、この壁際に、キャンプ用品だったりとか自転車用品。まあ、こっちが基本キャンプ用品で、ここが自転車用品かな。一番下使ってないカメラ用品。撮影機材。ここ、このカバンの中に、今使ってるメインの撮影機材が全て入ってます。これは掃除機は直すのですけど、まあ、いい感じでね収まったんちゃうかなと思います。ここにねこうねロードバイクとか飾れたらめちゃくちゃかっこいいですけどね、ちょっとそうなってくるとだいぶ大掛かりになってくるのかなと。まあおいおいやってもいいかも。で撮影編集はここでやろうかなと思ってます。まあ、編集は iPad で基本的にはやってますけど、まあ引き続き iPad で、こういうところでまあ撮影とかできるようになると楽かなと思いまして。で、ここに照明置いたんですけど、この照明を使って、まあこういうね、画角で撮れれば面白いかなと思ってます。それでは今日は YouTube スタジオを作成というか、まあ部屋の片付け、模様替えですね。やってみました。さよなら。